はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は10月5日土曜日。時刻の方は10時38分です。さあ、えー、っとね、弓出時のパワー3ね。えー、これ、突然情報出てきてびっくりしたよね。 でね、もう10時38分になっちゃったんだけど朝から、あのー、情報をいろいろまとめてみましたいやー時間かかっちゃった,あんた2時間くらいかかっちゃったよいろいろ見比べたらね,、えー、とね今話題になっているのがこのユミデジのパワー3そして、えーとね、今皆さんが、ね、一部の皆さんが、ね、期待をしている、ね、ユミデジ X。 そしてね、えー、おじいがちょっと期待している F2 ね、この3つあります。じゃあこれね、あのー、この3つ、大体気になるのっていうと、今のところこの3つだよね。はい、これをね、一覧表にまとめました、ね。もう2時間かかっちゃったよ。よいしょ、でーん。はい、こんな感じでね、まとめてみました。 この左側がこれが、ね、F2、真ん中が Power3、一番右が X、ね、どう違うのか、ね、分かりやすく見ていました。でまあ、上から行くとこの画面は、ね、この F2 と Power3、まあ、共通で6.53インチ、ね、フル HD 対応の 2340×1080 ピクセル。 一方、ね、有機 e l 大好きユーザーさんは、ねえー、HD なんだよね、フル HD じゃないんだよね、6.35インチなんだけども、あのちょっと解像度をここ、ね、入れ忘れちゃったんだけどあの、しょぼいんだよね、これね。 うん、フレッシーではありませんでも画面が綺麗焼き付きやすいんだけども画面が綺麗ってことで、ねまあ、ここに期待する方が多いですし有機 EL を、ね、あのフレッシーじゃないのだからうんーって言うとね叩かれるんでねあ,のあまり言いりません、まあ、ここはねおじいはどっちかっていうと、まああのーまあ、6.53インチの やっぱ、ね、フル HD 対応の方がうが、ん、使い方がいいんじゃないかなと思います、いろんなものを再生するからね、あの再生するときに有機エリアの発色とか、なんか微妙に綺麗かどうかっていうのと、まあ、フル HD をフル HD で再生できるかどうかっていうのは大きいと思うんだよね、o いはね、うん。だからね、まあ、今の液晶で全然綺麗だと思ってるから。 だからね、まあ、そこ困らないと思うんだよね、お重的にはね。はいじゃあ、えーとね、CPU です。えー、CPU は F2 がヘリオ P70、そして Power3 と X、ここが仲間なんだね、P60 ということで、それに伴って GPU の方も、えーとまあ、同じものなんだけども、クロック数がね F2 は 900MHz で、 パワーと x、ね、P60 の方は 800MHz ということで、ねまあ、ここであの周波数クロック周波数がちょっと変わってきます。はい、そして、えーっとね、このラムの方なんだけどラムは F2 が 6GB、ね、そして、えー、パワーとパワー3と X は 4GB にとどまるということになります。ねまあねあのーまあ、ここのところでね まあ、P70 だから、まあ、ある程度のものをね あのゲームとかやるんだろうなということでまあこっちは 6GBP60 に対しては 4GB あればいいだろうと一緒にいるのからまあそういう判断ではないかなと思いますだこれバランスってものが重要なんだよねパソコンもそうなんだけど CPU とメモリの関係まあメモリは大いに越したことはないんだけど理論的にそんなもの何に使うんだっていうねあのそういう人もいるんだけどあのいっぱい積んだことは安心だしねまあ実際に快適なんでお家はいっぱい積む派です。ね あのもうメモリーはあった方がいいっていうねそう考えるんだけど、まあ、これ見るとねあのもうちょっとなんでここがねラム、えー、の方を調整してくんないのかなと思ってたんだけどやっぱこれ CPU に対して P60 は4ギガ。 ね、70は6ギガということでね、まあ、おそらく区切ってるんじゃないかなと、おじいは判断しています。はい、そしてね、ロムの方まあここはね、あんまり大きな差にはならないと思うんだけど、えー、F2 と X が128ギガ積んできて、パワー3はね、ここ、ロムをちょっとね、半分、64ギガにちょっとケチしてきました。で、これはね、あの F1 プレイが48メガピクセル積むときに、まあ、ちょっとケチしたのと同じでね、まあ、ここはね、 あのまあ、ぶっちゃけ、指紋2枚入れるのでなければあの、まあ、サンディスクの、ね、マイクロ SD 大きいのをぶっ込んだほ、まあがいいと思うんだけどでもあのダウンロードして、ね、いろんなものを遊ぶ時にその SD カードにはダウンロードできないというものがあるんだすよ、まあ、過去に、ねまあまあ、とある,る YouTuber さんが、ね、あのすごい安い、安いと、ね。 あのめなメモリがこれあの何だっけロムがロムロムがちっちゃいやつかな、うん、買ったんだけどラムもちっちゃいんだけどであの SD カードの方に入らないじゃねえかしてね。 <laughs> 使い物にならなかったものがあってああ、64GB あればまあ全然十分なんだけど、ここがあまり小さすぎてもね、8GB とか 16GB だったら、アプリが入らねえよってね、内蔵メモリーじゃないとダウンロードできないものが結構あるんでねあ、このロブっていうのは意外とね重要なんだよ、写真とか音楽だったらあの SD の方に入れとけばいいんだけど、アプリはねあの内蔵じゃないと入らないものっていうのが意外とあるんだよ。 うん、あーっていうことがあるからね、まあ、ここはまあ、でも64、128あれば、まあ、ここはまあ関係ないかなって思うよね。それでね、バッテリーなんだけど、パワー3はね、このバッテリーを重視してきたね、6150mAh でトップです。で、F2 が 5150mAh、まあ、実際、OG が使ってね、5150mAh、S3 も F1 プレイもねあの、ほぼ同じぐらいあの持つんで、 あのおじいは重宝していますでまあ 4150mAh っていうのはねおじいはちょっとちょっと少ないかなって思うんだよねうんまあその分有機エールがね省電力で食わないっていうんだったらあの同等分ぐらいは持つのかもしれないけどもねであと詳細が分かんないのがあのー これねフロントカメラ、これは F2 が 32MP の F2.0 というのは分かっているんだけど、X の方が 16MP の F2.0、ここはね何を搭載してくるのか、ちょっとパワー3は分かりません。それで、リアカメラ、エリアカメラは F2 とパワー3はクワッ d ですね。X はトリプルなんで、のこのマクロがないマクロがない。 そして、パワー3はこの48メガピクセルと押さえて書いてあるので、まあ、これはまあ同じでしょうね。うん、初任戦車は絶対死んでこないと思うからね。あのシャムスンのやつを進んでくると思います。でこれは F2 パワー 3X 共通で48メガピクセルがまあ売りなので、まあ、ここは全部まあ同じだよと。ねで、えー この超広角カメラなんだけど F2 は13メガピクセルの120度に対して X は8メガピクセルなんだよねえちょっとね落としてきたでパワーがわからないであと、通常のね振動カメラこれが5メガピクセルで X も5メガなんでまあおそらくここは同じパーツを使うんじゃないかなとおじいは判断しています。 でパワー3はねこれどっちを採用するのかなってことであとはあのマ,クロマクロレンズね5メガピクセル、マクロ2センチっというのがあってまあおそらく同じものが搭載されるんじゃないかなと思いますで X はマクロがありませんで顔認証はすべてありますロック解除指紋認証は F2 はサイドマウントでパワー3は背面で X は画面内ということになります USB は全部 Type-C で、えー、Wi-Fi も AC 多様ですそして、えー、Android の OS なんだけどえこれが、ね、パワー3と F2 は Android10、ね、で X は9ということになりますで、まあ、価格面でいうと F2 は249.99ドルこれ今アリエクスプレスの、ね、えそこのまあ定価で計算していますクーポンは それておりませんで社員に対してパワーが299.99ドルで X はあの UQL を積んでるけども179.99に収まっておりますでここの値段の差が50ドル6000ぐらいの差があるんだけどもここであのパワーと F 値を比べてみると。 CPU 落としてね cp cpu だから C と GPU がまあ一緒になって起こってきてそれに伴ってあのラムの方も落としてきているそして、ロムの方も削ってきているでバッテリーがちょっと増えただけなんだけどこれでこの値段の差というのはちょっとないじゃないのと思うのでまあ必然的にこのフロントカメラのここは3 2セル f 2 0がね F2 と同じものが来るだろうしまあここも1 3セルで5メガ るマクロとここはもう F2 と同じに揃えてこないとどうしてもね値段のバランスがね合わないということになります。それで、このパワー3の場合はあの売,り売りがねえパンチホールでフロントカメラがねパンチホールになります。 そして、えー、この X のほうは有、ね、機 EL ディスプレイが、まあ、おそらく売りになっているんだと思います。それで、ね、ここで、ねまあ、6000円の差なんだけどこのそれじゃあ、ね、F2 とほぼ同じなんだけど、あのー、カメラの機械 F2 と同じにしても完全に CPU とメモリと、ねあのー、なラ,ラムドロム両方とも落としてきたわけでそれでこっちのほうが値、ね、段が高いというのは じゃあバッテリー 1000mAh 増やしただけでそんなに値段の差があるのかよみたいなねちょ,ちょっとそれはバランス的にないんじゃないのっていうのが OG の判断ですそうすると,えとまあこのスペクトデビューとやっぱり F2 の方が OG はねじ実用的に持つんだったらね おじ選ぶのはこっちかな、値段的にも手ごろしい、どうもバランスが悪いんだよね、パワーはね、だもっとすごいカメラがここにくっついてくるなら、また話は別なんだけど、このパンチホール以外だって、あとみんな X と同じだからね、だらこれが179.99ドルに対して、こっちが299なんで、と120ドルだよ、あと1万4000円ぐらいは変わってくる話なんで、 こ,のこ,のこ,ここら辺が同じなんだよ、CPU に ROM に、ROM がねで、ROM に限って、あのーね、言えば、半分しかないんだよ、X の。179.99ドルで120ドル高いにもかかわらず、ここの ROM が半分しかないっていうね、おかしいでしょ、これ、どう考えても。でも2000、ah はね、2000mAh、あ、は、のー、余分なんだけど、いや、その差って。 で、このお隣さんと比べてもどうなの？って思うよね。だって1万4000円ぐらいの差が過ぎてくるんだよ。で、ここであのー、ね。お隣さんの x とほぼ同じっていうことでね。これはねその rom 半分になって、バッテリーがちょっと増えたって言ってもここら辺が不明なままだしまあ。良くても。まあ左と同じだし、もう右と同じだったら何が売りなの？って、このパンチホールのために。 あのー、そのためだけに1万4000円余分に出すとかなんか,なんかちょっと割に合わない話だと思いませんかこれね、うん。なもんでね、あのー、今アリエクスプレスの値段でこうやってるんだけどおじいはねこのパワー3は値段的には絶対にその2万円切りじゃないとっていうね。 これどうしてもねバランスが悪いんだね、F2 が今この値段に出してるけども、今、投資をしてる方が多くて、であのこの値段をガッとこ,う、まあ、これ、同等かちょっと下げたぐらい、要は日本円に換算して、あの今だといくらぐらいかなというのに対して、まあ、ちょっと微妙に安いかなぐらいで、ああ、高くなってよかったぐらいの値段で今まで出してきてるんだよね。まあ、そうするとね、あのー、一番最初、一発目に出てきたとしてもまあ2万5000円。 ぐらいで安く出てくる可能性もあるんだよね2万5000いくらぐらいとかねそれぐらいで出てくる可能性もあるってことなんだよねでパワーがねこの内容でこれ299.99ドルっていうとこれ S3 ポルトのバランスがねあのちょっと合わなくなってくるよね S3 ポルトと比べ,て比べると、まあ、確かにあのカメラがねマクロカメラと超広角が増える話なんででもあのそのためにあと CPU もねラムモルムも 削られちゃってる話だしまあ、バッテリーはちょっと増えるけども、もうん。それでこれなの？ってことになるとちょっとね。あのボディだってね。s 3 Pro あの結構いいの使ってるからね。で、そう考えるとこの値段ってちょっとバランス悪いんじゃねー。えのみたいなねそんな感じはします。皆さんいかがでしょうか？これねまあ、おじいのね。うんまあ、普通にユーザーだったらっていう形のバランスなんで。 まあどれにしようかなで選んだ時にまずおじやこの X は X はまずここはもう真っ先に消えるんだね X はねあとパワーかな F2 かなって比べるんだけどやっぱりね F2 じゃないかなと思うよね今大体あのこのパワー3のネタ使ってる人っていうのはいや F2 よりもパワーじゃねえのみたいな形で。 言ってる人が多いと思うんだけどおじいは冷静に見ると、あのー、値段の,この下から見ても、ねまああのー、6000円ぐらい安いわけで6000円安くてこのスペックだったら普通じゃないのっておじい思うんだけどねうん、まあ、人それぞれだからね考え方はね、まあ、そのスマホ自体を、あのー、スマホとして使いたいのかそれとも目新しい、ね、このパンチホールとかそういうものを持ちたいのか 例えば気分的なものなのかあるとも新しいグリーンが欲しいのかとかね、まあ、そこでいろんなものがあるよねうんだら特にほら女性なんかだとその機能性能よりも見た目の色とか形かわいいで選ぶから、ね、パソコン買う時もそうじゃんパソコンがしょぼいくじみたいなパソコンでも売れるっていうのは色とか見た目かわいくすれば女性に売れるんだよねあこれがいいっつってねだからね、あのー、もう、 どんなしょぼい、あまりパーツで組み合わせても、あほのように売れるんだよね、だね、そういうのもね、まあ、狙ってるところもまあ,あるかもしれないんだけど、でもそれにしてもね、そういう売り方をするんだったら、もっと可愛いあのピンクとかねあの、イエローとかね、なんかあのお花柄とかね、そういうのを出した方がまが女の子好気はすると思うからね、ただあの、日本と海外とは違うんだよね。うん まあそんな感じじゃないかなと思います。はい。これはね、えー、あくまでも元気なおじい、個人的な意見でございます。おじいは F2 の方がね、バランスがいいんじゃないかなと思いました。皆さんの意見はどうでしょうかお,いじゃおじいでした。またねバイバイ